詐欺の疑いで逮捕されたのはフィリピン国籍のスベコリン・リスエナ容疑者と川口マリア・テレサ・デ・グラシア容疑者です。警察によりますと2人は2018年から去年にかけてフィリピン人女性の息子の留学ビザなどの手続き代金として現金およそ77万円を騙し取った疑いが持たれています。調べに対し2人は騙し取っていないなどと容疑を否認しているということです。スベコ容疑者は教育関連の会社を経営していて、この会社から同様の被害を受けたとして結成された被害者の会によりますと、他にも30人ほどが被害に遭い、被害総額はおよそ3000万円に上るということです。